おはようございます、花輪です。今ですね、朝の8時、5分ぐらいですけれども、今日はですね、昨日の豚汁がね、夜食べた豚汁が残ってるんで、この豚汁を使ってですね、ママ特製朝カレーね、いいですね、朝からねしっかりとカレーで元気つけようかなという感じでございますけれども、もうりゅうちゃんは練習に行っちゃってますけれどもね、勝利と3人でそのカレーを食べたいと思います。はい、今日は日曜日ね、お休みなんで、はい、さあでも早速始まっておりますんで行きましょう。豚汁ね、豚汁が豚汁はこれか、この豚汁の具がね、めちゃくちゃもう濃厚な出汁が出てますんで、この根菜たっぷりの、豚汁を使って朝カレーという、豚汁からのカレーというのはね、うち毎回やってくれてますけど、そうだね、余った時はね、これ美味しいんですよね、これぜひとも皆様やってみてはいかがでしょうかなって思ったんですけど、豚汁って意外と残っちゃったりするんだよね、ちょっとさ、そうそうね、これでね、すごいいい出汁が出てるんですよ、やっぱりね、やっぱお味噌も入ってるし、で体にもいいから、基本根菜ね、例えばごぼうとかね、人参とか椎茸、干し椎茸も入って、はいはいはい、干し椎茸の出汁も出ちゃってるし、まあ和風カレーみたいな感じかな。そうですね、まあカレーうどんとかに しても美味しいと思うけど、豚汁と朝カレーが、おはようございます。おはようございます。そうですね、ほら、たまに食べる豚汁朝カレー、豚汁の残りでカレーをするっていうね、なんかお決まりみたいな感じになってるけど、ね、もう日曜日だからね、これね、よしね、豚汁朝カレーだったらなんか豚汁とカレー食べてるみたいな感じに聞こえちゃう。頑張れ、あ、目が痛い、やば、昨日の感じが出てきた、くな、くな、行かないで頑張れ、行かないで頑張れ、泣きたくなってきた、どうしよう、気持ち気持ち、気持ち気持ちって、料理も気持ちだよ、料理も気持ちだよ、うわ、絶対泣かないのかよ、泣かない、目がめっちゃシコシコするから、ちょっとここ来てごらん、一時目開けてごらん、どうですか、切ってるとこなんだよ、切って、ここにこうしてごらん、いくよ、もっと近づけて、いくよ、もっと近、もっと近づ、目つぶってる、何つぶってるの、目開けて、いくよ、泣くな。来たでしょ。あー、目が痛い。痛い目が。いや、洗ってから、洗ってから。目痛い。じゃがいも。じゃがいも。朝なんで、じゃがいも1個でいきましょうかね。1個でいっちゃう。はい、あとほら、こっちにも根菜がいっぱい入ってるから、朝だし、そんな食べないから。じゃがいも1個でいっちゃう。一口大に切ろうかな、今日ね。勝利がね、あまり大きい野菜が嫌いなのよ、だからちょっと食べやすく、花は結構ゴロゴロしてるやつがね、そう、ゴロゴロが好きなんだけど、やっぱね、勝利がやっぱね苦手だから、ちょっとやっぱちょっと勝利に合わせてちっちゃくサイコロ状に切ってあげると、パクパクって口の中にね、カレーとともにパクって入るみたいな大きさが一番好きなんでしょう。ここでじゃがいも入れます。じゃがじゃがさん入れます、はい。お肉も入れちゃおうかな。じゃがじゃがさん、はい。はい。こういうちょっとちっちゃめのじゃがいもにしてますね。そうそう。勝利くんもね、こっちが食べやす、食べれるってことなんで。そう。もう大きいとね、なんかうってなっちゃうみたい。もうじゃがいもってなっちゃうから。そして肉ももうごま入れちゃいます。パック、ドドン。はい。豚こま。1個でいいかな、入れなかった。1個でいいと思います、1個でいいと思います、1個でいいかな、はい、うん、使いましたね、ワンパック、はい、はい、でここでちょっと煮詰めていき、煮込んでいって、で、じゃがいも柔らかくなったら、これ、豚汁の、こちらを豚汁を入れちゃう、入れて、この出汁が出まくった豚汁を入れてカレーを入れる、で、終わり、いいね、根菜がたくさん入ってるから、こんにゃくとか
あのごぼうだったりね、人参もそうだけど、大根もそう、干し椎茸だからね、大腸にいいですね。そうね、ビーズスキンが大腸にいい、うん、消化ですね、大腸活、うん、腸活カレーです、これ本当に。あっち。これは。熱湯で洗うとシャキシャキになるという。めっちゃシャキシャキになるよ。はい。これは前も紹介しましたけど。シャキってなる。そう。まさかだと思いますけども。まあ、これ本当試してほしいね。熱湯で野菜を洗うとシャキシャキになるんです。シャキシャキヒートアイランド。ヒートショック。ヒートショックだ。ヒートのショックだ。そうそうそう、ヒートショック、ヒートショック。これでもシャキッてなるから。よし。ちょっとくたって。ヒートショック。そうそうそう。ピカってなってるってことで、野菜が。ってなってる。ね。身が締まるんだ、ギャってね。うん、要はね、野菜たちがびっくりして。そうそう。だからちょっとしょちゃんってなったレタスも、シャキッてなる。びっくりしちゃってんだろうね。ヒートアイランド現象全然違うからね。うん、それあの、うん、あれだから、あのやっけ、温暖化とかの問題のやつだ、うん、まあ、それもちょっと一緒だよね。関係ないから、ヒートアイランドとヒートショックっていうのは全然違うことなんだよ。まあ、ちょっとヒートは合ってるよね。普通に花輪が好きな切り方ね、うん、花はこうやってキュウリ食べるの好きだよね。はい、うん、さあ、こっからですね。こっから昨日の豚汁入れましょうか。じゃあやろうか。で、昨日の豚汁、はい、ほらこんないっぱいある、うん、もう汁ごといっちゃう、はい、よいしょ、はい、入るかな、よし、はい、はい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 、うわ、具沢山。豚汁だね、これ。混ぜ合わせたら。うん、よーし、出来上がり。花輪家の朝カレーですよ。うん、豚汁って言われたらもうこれ、豚汁だね。豚汁はうまいと思うけど。でも薄くなってるよ。うん、でこっからカレーにしていきますね、うん。カレーにしていきましょう。これは早いかな、もうね。今日はジャワカレーの中辛、ちょっとは、今日ちょっと辛くする。うん、甘み、旨味がすっごい入ってるから。うん、ちょっと辛くしても大丈夫かな。辛くいきます。味噌も入っててまろやかだからさ、ちょっと辛くてもね、補ってくれると思う。ジャワカレーさ、ジャワカレーね、これを4つ、じゅじゅん、もう入りました。よし、はい、4つだけでいいの、うん、大丈夫、4つでいい、うん、4つでいい。ちょっと一回花食べてみる。ちょっと味見しちゃって、ちょっとね、味がちょっと、うまそう、疎くなっちゃった味が。ちょっとすっげー熱いから、はい。どんな感じ？ちょっと少し。めっちゃ熱い。めちゃくちゃうまいよ。本当？大丈夫。これで OK だ。美味しいわこれ。美味しい？うん。豚汁入ってるって気づかないですよ。うん、美味しい。うん。コクが出てね。うん、美味しい。うん。コクが出て美味しい。お味噌とね。お出汁が、かつお出汁が入ってて、うん、ちょっと中辛な感じがいいね。うん、よし、出来上がり。はい、できました。できました。おい、朝カレー。朝カレー。うん。豚汁朝カレー。豚汁朝カレー。よし、オッケー。あっちゃ。あっつ。炊きたてだからね。佐賀日和です。よいしょ、うん、よいしょ、いいんじゃないですか、これで、はい、はい、よいしょ、閉まってね、うん、それでは、うん、勝利先生、お願いします。いただきます。はい、いただきます。よし、一緒に食べてください。はい、美味しいよな、ね、昨日ね、豚汁がね、 T シャツにつけないようにね、うん、うまっ、美味しい、美味しい、うん、豚汁の味する、うん、する、しないでしょ。わかんないよね、豚汁の味ってね。そもそもどうですか、ちょっと自分で豚汁カレー、豚汁カレーじゃない、どうでしょうかね。いただきます、
うまい。いいね。カレーだね、普通の。濃厚。いただきます。濃厚なカレー、美味しい。ちょっとピリ辛でね。いただきます。あっちょ。あっちょ。濃厚なカレーですな。うわ、美味しい。ね、濃厚だね。やっぱそうね。うん。でも本当にやっぱ豚汁のあのいろんな食材の旨味成分が出てるの分かるよ。うん、うん、でもお味噌が効いてんだろうな。あー、そっか、味噌も入ってるからか。濃厚だね。味がね、ちょっと深みありますよ、ほんと。うまい。うん、うまい。うまい。うまい。うまいなぁ。うわ、うまい。おいしい。うん、栄養たっぷりじゃん。栄養たっぷりで、これが、うん、干し椎茸がね、これこうなって、昨日の。昨日のね。合わないはずがないね。うん。めちゃくちゃうまいな。めちゃくちゃうまい、マジで。やばい。うまっ。最高。うん。おいしい。おいしい。これはね、このゆで食べ方で食っちゃうんですよね。うん。花尾さん、うん、うん。サラダをこう置いて。おいで。それでサラダをここにこういう感じなんですよ。くちゃくちゃうん、そうそうそう。何それ、大丈夫なのそれ。美味しい。いや、美味しいのよ。花輪って結構ガチャガチャするの好きだよね。ガチャ混ぜ、ガチャ混ぜが好きなんで、これをこうして。ちょっと無理だな、ガチャ混ぜ。うん、美味しい。美味しい。うん、どうしようちゃん。すごい。朝から来ましたね。朝から最高、いいですね。うん。さあ、ということでございまして、花輪家特製朝から豚汁カレーというね、昨日に残った豚汁でカレーを作ってみましたけれども、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ということでございまして、美味しかったね、しょうちゃんね。はい。まだ食べてますけれども、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。